んばんは。忍びの人日本始めていきたいと思います。よろしくお願いします。本日は、私ももちと、樋口くんに来てもらってます。樋口くんよろしくお願いします。はい、よろしくお願いします。樋口です。大丈夫ですかね、皆さん樋口の声も。はい、BGM でかい。BGM はい。はい、ということで樋口くん。はい。お久しぶりです。お久しぶり。お久しぶりではないか。一応皆さんには先週の説教 TV ですかね。そうですね、説教 TV で一回皆さんの前に、うん、出たかなって。それその前は、うん、3月の最初のやつぐらいで。ああそうか、刹那の見切りとかで。でまあそうか、それぐらいですか、ね、そういう意味では割と最近はちょこちょこ番組にね出てきてもらってるという。そうですね、はい、まあ樋口も高校生活が終わったということで、はい、ちょっとねゲームの方も、まあ去年はね1年間ちょっと受験というところで、まあ勉強とか学業っていうところでちょっとお休み期間ではあったんですけど、また今年からということで、はい、露出は増えていくのかなと。そうですね、2020年よろしくお願いします。はい、ということで、はい、本日はまあ樋口メインでちょっと樋口のいろいろ聞いていけたらなというとこなんですけど、はい、いや時の流れは早いですね。はい、結構俺の質問とかで大丈夫ですか？あ、全然大丈夫。うん、それの方がちょっとね、はい、まあまあこれもう今さらっとみんなでもう樋口ってなってるけど、ちょ、はいはい、ね、名前を改名してですね、今までまあうん白だったと思うんですけど、これ樋口に改名したちょっと理由とかって、はい、なんで改名したんですか？そうです、まあ、樋口っていうのは、まあ、どっかでも話したと思うんですけど、うん、本名なんですよ。うん、で、まあ、前の名前の白というのは、ちょっと、由来が。由来聞きましょうよ。由来はですね、はい、黒人さんという方が、ストリートファイターのプレイヤーでいるんですけど、はい、よく知ってます。そうですよね、ウエスさんとは。はい。で、まあ、その黒人さんがいるなら、まあ、白人という人物がいてもいいんじゃないかなっていうふうに思って、うん、まあでもその、はい、白人は良くないかなと思って、うん、まあ、人を取って白にしたんですけど、うん、はい、まあ、それだとちょっとこう、なんか今後もし、うん、なんかこう、メディアとかで取り上げられたりとかしたときに、うん、まあ、そのなんか、なんで白なんですかって言われたら。まあ、絶対聞かれるよね。そうですよね。由来は、みたいな。ちょっとそれを言うのはちょっとあれだなって思って、うん、まあ、それだったらまあ本名で樋口っていう方が、うん、プロゲーマーというかその格闘ゲームの業界に多分そんなにいないだろうという感じなので、そうだね、今、まあ、バリバリにやられてるっていう方ではあんまり聞かない名前ではあるから、ね、っていうのもまああって、あ、じゃあ、まあ、うん、樋口が、まあ、本名だし、うん、その枠がまあいないんだったら、うん、まあ、樋口でいいかなっていう感じですかね。なんで、まあ本名はやっぱ絶対間違いないじゃん。そう、ね、数年後にさ、まあ白でも割ともう有名にはなってたと思うけど、うんうん、まあでもとはいえね、この先長い人生を考え、まあゲーマー、プロゲーマーとしてとか、ゲーマーとしてって考えると、まあ本名にしとけば、まあだって梅さんとかもね、梅原とか、うんうん、まあ俺も、まあ、本名だけど、まあ本名でしとけば、多分間違うことはないから。そうですね。うん、まあ不動じゃない、うん、シノビズムの方々も結構本名の方が多くて、いや、そう、ストリートファイター5分はもう全員ね本名、なモモチ、ハイタニ、藤村、大谷、樋口、山口、ジョニー。まあまあそうですね。全員本名。全員本名ということで。まあ蓮、はい、元蓮なんで。まあ、実質本名なんで。まあなんか、まあ、はい。まあそういう意味では、なんかまとまりがいいというか、あ、エータ。エータはね、一応ね、本名から来てます。あ、その由来が、みたいな。うん、長田くんなんで、あれ。あ、本名が、はい、本名というか、名字が。長田を、まあ、ちょっと、読み方変えて。の読み方して、うん、エータ、はい。はい。なんで、まあ一応ね、うん、本名という。その、白、だから、白人時代は、あれよね、シノビズムの弟子企画というものがあって、まあ、はい、
樋口はそこに、まあ、応募してきて、その時はまだ白人という名前で。そうですね、うん、ひらがなで白人で、確か応募したと思います。そうね、だからあれよね、なんか売る方のタグとかも白人だったもんね、うん、まだその時は。そうですね、うん、その時もそれ PS4 のタグで白人0914っていうタグでやってましたね。なんで、その段階でちょっと白人なんでみたいな聞いて、まあ今の黒人さんからみたいな聞いて、いやちょっとそれはみたいな、なんかね2人でなって、じゃあなんか白にしようかって言って、そのタイミングで、ね、白になったっていうのはあるんだけど。そうです、なんか白人の期間は結構短いというか、まあ、ほとんどなくて、うん、なんかその面接があったと思うんですけど、うん、その面接の後とかの配信でも白に変えたと思います。そうだね、だからまあ樋口がこう表舞台にというか、まあああいう顔出しとかをしてプレー見せてみたいな段階ではもう白に多分なってたから、なんかあんまその白人時代を知る人は相当、まあ、うん、相当マニアックな人たちだなとは思いますね。それはその面接の時とか覚えてます？あれ何年前だ？あれは2016年。あ、そうか、16年の1月とかだよね、確か。そうですね、なんで、うん、まあ、あの中学2年生だった、中2っすよ、当時。すごくない？いや、今だって樋口も思っても若いっしょ、中2は。中2はそうですね、中2って、すごくない？すごいよ。14歳。まだ。14歳とか5とか、ね、そんぐらいですよね。覚えてます？当時。俺はね、結構やっぱ、鮮烈に覚えてるんですけど。あ、そうですか。なんか、うん、なんかでも、今よりも落ち着きはなかったんじゃないかなとは、まあ、思いますね。まあ、なんか、そうね。まあ、当時からやっぱ、なんか大人っぽいというか、なんか、なんか人生2周目かなみたいな感はちょっとあったけどね。なんかジョニー、まあだからその面接というか弟子企画で、まあ採用した受かった3人がジョニー、山口、樋口なんだけど、まあ山口もまあ落ち着いてて、そうでしたね、うん、割と、はい、だから一応そのジョニーをなんかこう中学生2人のちょっとなんかこうお兄さん的な感じでやってくれたらいいなと思ったけど、うんうん、なんかジョニーが一番子供っぽかったなっていう。そうでしたね、なんかちょっとすごいそんなに覚えてないけど、なんかジョニーさんがやっぱそのなんかいろいろよくしてもらったんでやってたような気がします、ね。あ、本当に？あ、まあ、だからその2人から見たらやっぱしっかりお兄さん的なことをしてたのかもしれないね。なんか俺から見ると結構まあジョニーも、うん、まあ、ジョニーもね、樋口も山口も、俺から見ると、もう、まだ全員10代の子たちだったから、まあまあ、言ったらまだ子供だなっていう、あれだったけど、まあ、その中でもやっぱりやってたんだ。その面接のさ、実技試験の時とか、覚えてます？あなた。ストフィーブが出てすぐみたいなタイミング。そうでしたね。うん、1ヶ月とか経って、全然経ってないね。まだ1週間、2週間ぐらいで、もう本当、うん、出た瞬間で、まあ、ほとんどみんな、そのなんか、売る方で、こんぐらいやってましたよ、みたいなアピールから、スト5を頑張ります、みたいな時期だったんだけど、はい、ハクはね、一番最初、まあ、俺と、その、公開、なんか面接みたいな感じで、対戦して、ちょっとなんか、皆さんに、ファンのみんなに見てもらう、みたいな企画だったんだけど、そうでした、うん、はい、ハクはまだ当時竜かベガか、いや、なんかいや、ベガだったベガでした、ベガだった、うん、ベガで対戦したんでしょ、ベガで俺の竜と対戦して、その、うん、もう最初に対戦する前に、いや多分桃地さん倒せると思うんですよって言って、こいつはなかなか大物だなって思った。何なんですかね、その自信はね、うん、ねえ、いやでも言いそうでしょ、14歳の樋口、まあ中2ならしょうがないのかな、中2ならしょうがない、
いや、それはね、うん、なんかすごいインパクトがあった。うん、まあ、なんか、うん、その、スト5出て、間もなくて、うん、なんか、間もない時に、竜にそんなに、あ、それ言ってた。気がしなかったみたいなこと言ってたと思うんですけど、うん、まあ、それのなんかせいなのかなとか。それをなんか、はしょって言っちゃった。なんか竜戦、まあ、うん、なんか竜に負けたことなくて、竜戦は自信あるんですよ。だから、あの、桃地さんにも勝てると思いかな、みたいなのをなんかもうまとめて、いや、桃地さんいけると思います、みたいな。まあなんか、道着全般いけるでしょってイメージがなんかその時あって、はいはいはい、まあ剣でも竜でも、うん、どっちでもなんか濃いって感じでしたね、その時は。まあだからなんか、自信があったんだろうね。自信が、まあちょっと何も知らなかったという、うん、まあそうだね、よくも悪くも知らなかったっていう、まあそんななんか歴史がある、なんだかんだよ ね、もう4年目、うん、なんで、まああれですよね、去年とかはあれですけど、まあこうみんなに知ってもらってっていうのはもう4年目になる。そうだね、だからもう樋口が大学生になったって言ったら、え、もう大学生なのみたいな、まだずっと、うん、まあ言うてまだ高校生ぐらいでしょみたいな感覚だったと思うから。え、その辺どうなの、そのなんか中学高校とかのなんか感じ、時代の話とか。そうですね、まあ、え、そのさ、プロゲーマーというか、まあそのゲーム好きで、そう、ゲーム好きなことはもう同級生とか知ってんの、樋口が。ゲームはもうそうですね、やってるよっていう、まあその格闘ゲームじゃなくても、まあ、うん、ゲーム好きな子と一緒に、なんか、うん、例えばスマブラとか、あ、友達とね、の話とかは、まあ昔から、まあ、小学校の頃とかからずっと話してましたね。え、その友達はさすがに格ゲーは、うーん、なんか一時期、うん、ちょっとやってみようかなみたいな感じの子がいたんですけど、うんうん、あの売る方ですかね、その、あ、はいはい、確かにゲーセンでみたいな感じ。いや、家庭用ですか、なんか PS3 かどなんかのハードで買ってたんですけど、うん、あの、バルログの、ヒョウバルってあるんですか、はいはいはい、ヒョウバルに負けて、あの、引退しちゃってました、この子は。しかも別に、ヒョウバルそんな強くないけど、まあでもそうか、初心者からすると、そうですね、やっぱもう破名だもん。破名だなとかって言って、まあちょっと俺には無理だって言われて終わっちゃったりとか。悲しいね。まあ、あとはそうですね、なんか、なかなかこう格闘ゲームの楽しさみたいなところまでこうやったりするのが、うん、いや、まあそうだね。で、なんかそれだったら、もっとなんかカジュアルに遊べるゲームとかに。まあ FPS だったりとかね。とか、はい、スプラとか。まあ、あの、ソシャゲとか。ああ、まあそうだね。当時、そうか、4年前ぐらいだからソシャゲもめちゃくちゃ流行ってたもん、ね。そうですね。流行ってた時期だし、そうですね。そういう、まあそっちに行っちゃいますよね、やっぱり。じゃあ、え、そのプロゲーマーっていうことは周りは。プロゲーマー、うん、まあでもそうか、当時はまだプロゲーマーではなかったか。言ったら、全然そんなことな、うん、弟子格の、まあ、育成選手みたいな立ち位置だったから。うんうんうん、まあ、なんだろう、なんかその、俺、結構、格闘ゲーム強いんだぜみたいなことを友達に言ってたような気が。あ、そのアピールはしっかりしてたんだ、逆に。あ、してたような気しますね、中2とか。え、だってね、先生とかは知ってんでしょ、それを。先生は、うん、言ったのはでも高校生になってからとかですかね。高校2年とか、まあ、1年、いや、2年でしたね、うん、その言ったのは。まあでも、なんか、中2の頃、ぐらいから結構勝てるようなゲーム勝てるようになったんで、うん、なんかそれで結構自信がついた時期だったのかなって感じで、まあね、それでなんかみんなにもいいね、勝ってたもんね、割と。もうなんか、はい、スト5出た時の時点でまあまあ受けてたと思うんで、うん、まあなんかなんだろう、なんか結構ストリートファイターをやってる中学生とかっていないかったと思うんですよ、まあ、当時は特に。いないね。今はなんか結構ちらほら見るスト5やってる方いるかもしれないんですけど、その2015とか4とかで、その売る方やってるって人たちはすごい少ないなって感じで、なんかその
なんか希少性みたいなのはちょっと誇ってたのかもしれない、ね、いやでもその誇っててもその誇る先が同級生ならさあんま誇れんくない、その俺珍しいんだぜっつってもその大人に言うならさ僕若くてやってますってあれやけど、はい、その同級同い年に言ってもさそのなんかそんな希少性があんま伝わりにくそうやよ。そうですね、まあ、うん、そもそもなんかスマブラで強いとかならイメージみんななんかスマブラやってたと思う、中学校のこととかなんですけど、まあストリートファイターかだなんだろうそれって、そのなんかまあ おじさんがやるゲームなのかなぐらいの感じ、ね、そんな感じのイメージで、うん、まあすごいんだねみたいな感じでしたかねでもあれかなんか海外、まあエボとかさ、初めての海外エボだっけ、はい、そうです、2016のエボは、ね、多分初ですね。だからね、まあ友達とかにはラスベガス行くとか、そう世界大会行くみたいな多分ちょっと言ったりもしただろうから、なんかそうです、うん、その時はうん、なんかそれくらいから結構すごいすごいっていうか、あ、なんか本当にすごいことやってるんだな、ちゃんとやってんだなみたいな。そうです、まあなんかちょっと海外に行くっていうことが、まあその中学生やったら特殊な方だ、いやというか、まあ中学生じゃなくても特殊だけどね大人になっても全然知らない人からするとゲームの大会でラスベガス行くってまあありえないからね。そうです、うん、まあ基本はそんな特殊ですもんね、うん、特殊。まあそれでなんかそのラスベガス行ってきたんだよとか、うん、そのなんか、まあ、そういうのでなんか本当にじゃあなんだろうな、言ってたことも嘘じゃないんだなみたいな感じになってたような気がしますねちょっとそんなに覚えてないですけど、まあそんな、うん、そのさゲーム、同級生とかはゲームは何やってんの具体的に。そう、格ゲーじゃなくて、まあスマブラとかもまあやってると思うんだけど、一番その流行ってたゲーム、うん、まあ当時もそうだし、まあ今でもまあ同級生の子たちともいるだろうけど、高校とかさ時とかな、何みんな何やってんの、うん、FPS、 まあ FPS は多かったと思いますね、特に。うん、ゲームをまず多分全体的な学生見て、うん、ゲームをやらない人たちっていうのがいて、ああまあまあそうやね、うん、でゲームやっててもあのスマホ、例えばパズドラとか、はいはいはい、モンストとかですかね、その当時は。でそういうのまあやってるよっていう子もいて、ちゃんとそのちょっとディープにPS3 買ってとか PS4 買ってっていう子はディープなんだそれまあ確かに普通は買わないか、まあ中学ってなんかやっぱり部活とかみんな忙しい、はいはい、まあね、まあ、勉強とかあって、うん、忙しい人がなんか結構主流だなっていうイメージなんで、まあ、プレステ買う人は割ともう結構ゲーマーっていう、結構ゲーマーだったと思いますね、 PS4、3は、うん、でまあその上買って、まあ、あの FPS とかですかね。あとはまあなんか、洋芸ですかみたいな。ああ。でも洋芸をな何でやんの、そのスチームとか？スチームやんないよね。スチームやってる子もいましたね。むしろスチームしかやってない子とかもいました、ね。あ、逆に。PC だけ持ってるみたいな子とかもいて。そうです。だからあんまりこうゲームの話題で共通してたことってあんまりなくて、なんかゲームやっててもなんか違うジャンル、そうですね、違うジャンルが多かったなって感じですかね。なんかたまに進んでるね、まあ、スマブラとかを一応あの Wii U とか 3DS の時代があったと思うんですけど、うん、あれは一応友達とちょくちょくやってたことがあって、樋口スマブラできる？できますね、一応。ジョニーに勝てる？ジョニーさんがどれだけ強い？見たことない？あ、いや見たことありますけど、うん、あれってなんか乱闘とかじゃなくて、あ、そうそう、この前そのアバダンゴとかね、みんなで、そうですね、うん、8人ぐらいでやったんだけど、やっぱあの格ゲーマーなんでちょっと1対1が好きだと思うんですよ、みんな。うん、そうやね、なんか1対1見たいなっていうのあります、ジョニーさんの
なんかジョニー・樋口、なんか樋口勝ちそうな気がするな。一応ジョニーはなんか地元最強っつってたけど、え、樋口も地元最強？いや、地元最強はもう一人いましたね。樋口に勝てるやつ、僕は2番目か3番目とか2番目だったと思いますね。あ、樋口に勝てるやついるんだ。うまい子いて、うん、その子本当になんか器用な子がいたんですよ、ね。はいはいはい。スマブラもできて、ゲームうまくてみたいな。FPS とかも、あの、なんか、結構うまくて、うん、まあ、器用で、なんかゲームを幅広く楽しんでるやなって、羨ましいなって思ってました。なんか僕とか、本当に FPS とか、ちょっとやっても全然うまくなくて、うん、なかなかこう、いろんなゲームをそこそこの実力でやるっていうのが、できてなかったんですよ。まあ、スマブラとかは一応ちょっとできてましたけど。まあ、格ゲーの要素がね、スマブラはあるから。ちょっと対戦ですもんね。うん、そうだね、うん。ノウハウは生きるからね。なんでまあ、そういう子がいて羨ましいなっていうのはありました、ね。その子に勝てなかったんだなって感じですかね。なんかね、それ俺と似てるわ。俺も、そう、うん、中学、高校の頃に、その地元に、まあ友達、同級生の子で、めちゃくちゃゲーム上手いやついて、うん、で、そいつはもう普通に格ゲーもやってたから、まあサードとか一緒にやってたんだけど、何やってもそいつの方がゲーム上手くて、音ゲーとか、もうそいつも雑食だから、音ゲー、シューティング、うん、まあ格ゲー、全部やってて、まあ全部勝てなかったから。そんな、うん。あれなんすね。そうそう。格ゲーも勝てなかった。格ゲーも、まあ同じぐらいの実力で、まあ勝ったり負けたりみたいな。うん、感じで、あ、その勝ったなって感じではない。ああ、そうやね、五分五分か、五分五分ぐらいで。だから、うん、なんかそういうライバルがいて、俺は結構その続けれた、ゲームを続けれたから、おお、やっぱなんかそういう子がいるんだなっていう。なるほど、うん、ちなみにその僕がさっき言ってたスマブラうまかった子は、うん、格ゲーとかやらないのみたいなふうに言ったんですけど、うん、なんか それをその子も格ゲーまあ、いいやみたいな言われちゃってなんかゲーム格やったら強くなるんじゃないかなと思ってたんですけど、まあね、まあちょっとかなわずという感じですかね。いや、そのまあ樋口の世代で格ゲーマーってさ、まあゲーセン行って格ゲーやるみたいな世代でも多分ないギリギリじゃん、ね、まあちょっと、まあちょっとちょっと、そうだね、売る方でちょっとぐらいな多分時代で、もう今となってはね、うん、高校の時代とかは多分そんなゲーセンで格ゲーってなかったと思うけど、そうですね、まあ、うん、あの基本多分僕の世代は、うん、家庭用買って、そうだよね、まあ、あと中学生とかだと結構その何時以降入っちゃいけませんよとか、はい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 、言われると思うんで、まあそういうのもあって親の目とかもあったんで、うん、まあそもそもそんなにこうゲームセンターに行ったら常に人がいるっていう状況でもなかったんで。まあそうね。樋口はどこ生まれなのってコメントが。ああ、僕はあの群馬県で育って、まあ、群馬県で生まれましたね。生まれも育ちも。生まれも育ちもそうです、うん、で、まあ群馬県のゲームセンターっていうのは、まあなんかそういう身内で固まってワイワイやってるみたいなコミュニティはあったのかもしれないんですけど、うん、こう野良でやるみたいな。いや、まあまあ人口的にはね、そんな多くはないから。そうですね、うん、あんまりいなかったですね。なんかちらほらたまにいるかなって感じですけど、うん、まあ、だったらネット対戦で全然、あ、そうか、それがあるもん、ね、いいなって。だからそのまあ樋口の世代だったらまあそうで、まあな、その俺の世代、まあおじさんの世代だったら、まあ格ゲーゲーセン行ったら格ゲーがあってっていう時代だったから、うん、でもそれでもね、クラスでまあ、一人二人いたらいいかなぐらいだね。そのゲーセンに行って格ゲーをやってみたいなのは。だ本当にやっぱ、うん、少数よ。肩身は狭かった。あ、ももちさんがそういう学生の時にゲームやった時代っていうのは、うん、格ゲー結構、あれですか、流行っ、なんかちょっと下手になっちゃったね。まあ、いわゆるその格闘ゲームブームみたいなのがあって、それがそのスト2とかバーチャ。うん、時代で、はい、それはね、全然俺よりあの上の世代、梅さんでギリギリ入ってるかないかぐらい、ギリギリぐらいのとこなんで、もう今の30中盤から前半の子たちとかは、もうそのスト2バーチャとかはなかった、なかったというか、まあ流行ってはなかった。
で俺の世代はね、もう KOF です。あ、なんか、モンさん KOF 結構そうだね。俺の世代はね、多分 KOF から入った人が多くて、俺の同世代は、まあ、ネモとか、マゴ、トキド、MOV とか、その辺は割と KOF で多分入ってる。あ、うん、あ、じゃあ初めての格闘ゲームは KOF？ そうだね。まあ、いわゆるそのゲームセンターに行って、100円入れて、1クレ入れて、プレイしたのは KOF だね。ああ、なるほど。うん。それは、あれですか、何歳ぐらいの時とかですか？それが小5とか小6だね。初めて。いや、相当前だね。だから、小5、小6って10歳か。なんで、24年前。だから、24年前。96でしょ。俺、だから KOF96 だもん。一番最初にコイン入れたゲーム。僕も多分、なんかそれぐらいだったなって感じですかね、ゲーム。あ、ゲームセンターで。スパホーですかね、スパホー AE。はいはいはい。が、小6ぐらいですかね、僕も同じぐらいですかね。うん。まあ、やっぱ小学生で一回通るよね、そこの道は。ゲームセンターに。そうです、まあ、ゲームセンターになんかちょっとそういうアーケード筐体でやってるのか。かっこいいなみたいな。ああ、でもそう思ったんだ。だからさ、その俺は最初小5でさ、ゲームセンター行って KOF やった時にもう衝撃を受けて、うんうん、なんだこれはみたいな。まあそれこそ対面台でね、見ず知らずの人と対戦できて、でも、まあ、KOF も当時その家庭用もなかったし、3キャラ動かせてめちゃくちゃお得じゃんみたいな。しかもなんかキャラクターかっこいいしみたいなんで、それで衝撃を受けてゲーセンハマったんだけど。樋口はその段階では別に、そのどこでその格闘ゲームにもうのめり込んだ瞬間なの？ですね、なんか、うん、多分なんですけど、うん、3DS のゲームで、うん、なんか言ってたね、スパフォーの 3D エディションっていうゲームが2011とか11ですかね、出たんですよ、うん、伝説のゲームね、伝説のゲームですね、うん、多分それがその格闘ゲームっていうジャンル、そのスマブラとかじゃなくてちゃんとこう対戦、うん、格闘ゲームっていうのはその 3DS のスパフォーが初めてで、はいはいはい、まあでもそれもちょっとタッチパッドで技出るやつ、そうですね、タッチパッドであのソニックサンファーが出るやつ、え、ちなみになくて誰使ったの、はい、え、ガイルその時はえ、ガイルマジで強いんですよ、いやそりゃそうやろ、ためなしでいける、ソニックサマーがためなしでいけて、歩いてソニック打って、ソニックが当たったの見てからサマー打てる。で、コンボできるんで。っていうすごいゲームが、昔、うん、9年前とかにあって、はいはい、でその、そこでハマった。そこです。すごいとこでハマったね。いや、もう、とんでもないとこですね。ねえ。もともと、なんかレトロゲームは、小学生ぐらいの好きで、ああはいはい、昔の、ね、Wii とかのゲームももちろんやってたんですけど、うん、ファイナルファイトとか、渋いね、とか、ストーツまあアーカイブのやつでできるもんね、そうですね、バーチャルコンソール、バーチャルコンソール、はいはい、はい、できて、その時でもうストリートファイターっていうのは知ってたんですよ、うん、ストリートファイター2があって、まあ格闘竜とか、はいはい、まあ、ガイルとかチュンリーがいるんだなっていう、うん、でなんかそれで小4ぐらいの時に 3DS 持ってて、うん、そのスパホが出るってなって、うん、なんかストリートファイター2の進化なんだなって感じで、はい、でそれ買ってみたらすごいゲームで本当にすごいゲームでした、ね、でもさ、当時すごいゲームかどうかもそんなわからんくない？いや、なんかそのスト2ってでガイルのソニックとサマーってもう出るじゃないですか、うん、ためで出せてっていうふうに思ってたんで、うん、じゃあもうその段階で気づいたんだ、ためで出せな、ためなくて出せるんだったらそれは最強に決まってるじゃんって思ったんですよ。ああ、じゃあこの時点でかなりなんか先見の明があるというか、見る目があるねなんかそれからもうそこがガイルの出会いだったんですよね。あ、そんなとこでもう、そうです、俺はもうなんか、あと、あれですかね、3DS のスパ法で、うん、人、なんか、オンライン対戦もあったんですけど、あ、オンラインあったんだ。オンラインありました。オンラインがもう、熱いですね。
オンラインが熱くて、その時に多分ガイル使われて、これ積んでるじゃんってなったんですよ。ああ、はいはい。自分はちょっとなんか竜とかで使ってみたけど、そうですね。その気づく前に、はいはい。あ、最初はね。ソニックサマーためなし出たらこんな試合になるよなって思って、うん、なるほどって思って僕もじゃあパクろうっていう。基本的に僕、ゲーム、対戦ゲーム、うん、人のパクリをしてきたんで、おそのスマブラとかも一番強かったこの、うん、あ、さっき言ってたこのね。はい。と同じキャラ、はいはい、CF 使ってたんですけど、うん、キャプテンファルコン使ってて、はいはいはい、で、そのガイルも基本的にオンラインで強い人がやってたのを丸パクリみたいな感じで。うん、へぇ。それでまあ、そこでなんかちょっとハマっちゃいましたね、スパ4に。まあ、だから、勝てたんだろうね、それで。勝てましたね、それで、かなり。勝てて楽しくなってっていう。勝てて楽しくなって、で、なんか、はい。なんか、で、いつか、なんか、どっかの用事の帰りにゲームセンターに寄ったときに、うん、そのスパ4と出会って、ああ、これはちゃんとした方の。はいはい。そうですね。3DS じゃなくて、いや、そうそう。あ、そういうなんかつながりで、ゲーセンでってことなんだ。そう、あとなんか、3DS やってた頃から、結構その、アーケードスティックとかには、かっこいいなみたいな印象はあったんですよ。あ、やっぱありましたか。そうですね。で、なんかそれを動かしてるのかっこいいな、みたいな感じで。うん。多分そのかっこいいなと思ったのは、梅原さんだと思うんですけど、その、うん、どういう人を見てかっこいいと思ったのかは多分梅原さんなんですけど、うん、で、まあ、なんかその時に、まあ、やってみて、あ、格闘ゲーム面白いなっていう感じで始めましたね。なるほど。これはなんかすごいなんか時代というか世代を感じるというか、そうなんかそんな入り方あるんだって思ってなんか意外だったね。確かに。でも確かにね、そういうなんか簡単なとこ、まあ今のさ、格闘ゲームの結構調整の流れとかがさ、割とこうシンプルにしたりとか、結構初心者でも入りやすくみたいな調整になってたりするんだけど、まあ確かにね、いきなりね、難しいところからやるとなかなか続かないだろうし。そうですね。でも結局さ、その、勝ったっていうのがいいよね。あ、そうですね。勝てないと。勝てないとやっぱ続けない。と思うから、その、樋口の同級生とかも、その、さっき言ってたさ、ゲームうまい子もさ、いや、格ゲーはいいわって言ってるのは、はい、やっぱね、多分、他のゲームはそこそこ多分勝ててるんだけど、格ゲーやると、なんか、もうおっさんたちが強くて、ああ、そうですね。うん、ゲーセン行っても勝てないだろうし、オンライン潜っても多分勝てなくて。まあ、だんだん勝てるようになる。っていう感じでしょうけど、多分最初は本当に、うん、そうそうなんだよね。10% とかそんなレベルでやっていくしかないっすもん、ね、ないね。だからその子とかは多分すごいセンスもある子だろうから、何のゲームやってもね、いきなり多分上達して勝てると思うんだけど、格ゲーはなんかちょっと違うから、うん、なんかそこで、うん、もういいやってなっちゃったのかなっていう。その子も DS で出会う。その子も DS に出会ってれば、もしかすれば。DS に出会ってれば、もしかしたら。うん、ガイル出会ってれば、ウォーってやったかもしれないけど。まあ、その知識があったから、結構スパ4のシステムとかも理解しやすくて、うん、割とその、すんなり入れた。そうですね、すんなり入れる、だったのかなっていう感じですかね。やっぱ大事だよな。俺もやっぱ、ゲーセン行って、いきなり勝てたから、やっぱ、あ、そうなんですか。あ、そうそう。それで、まあ、しかも、当時、小5とか小6だから、本当に50円とか100円しか、1日さ、お小遣い。うん、1日100円もらって、それを握りしめて、ゲーセン行ってっていうのだったから、もう、その50円、100円がさ、もう命だから、そうですね。マジで死ぬ気でやんないとダメで、なんか、それがすごい楽しかったというか。うん。うん、でもあれすごいですね、あの、アーケードスティックのあの手のゲームで、うん、結構やってすぐ勝てるって、なんかその仕込みとか、難しくないですか、うん、必殺技出すとか、その当時とか特に難しいですね。そうね。なんかね、出せたね。すごいですね。まあ、言うて、まあ俺も愛媛のゲーセンで、そんな、なんだろう、めちゃくちゃこう東京の猛者が集うみたいな場所じゃないからさ。
言うたらもうなんか本当草野球みたいなとこでちょっと勝てますみたいな感じで、俺もう世界一強いと思ってたから当時そこで勝っててあまりに勝てるから俺これもう世界一強いだろう、まあ、当時ネットもないからさ、あ、はい、勘違いできたんだよ。なるほど。あ、そのなんか東京に強いやつがいるぞみたいな話も特に知らないって感じですか。いやというか、うん、そんな全国大会があるとか知らんしさ、もちろん。ああ、なるほど、うん、それのなんか有名な人がいるとか東京が強いとかそんな感覚はなかったよね、うんうんうん、そんな世界はもう狭かったからさ俺の知ってる、うん、なんかそこは僕の世代とはちょっと僕の世代だと絶対味わえないなっていう。ああ、そうかもね。もうネットがあるし、そのね、ゲームやったらさ、オンラインやっても順位がないとか出るわけじゃん。ランクとかポイントが出ますもんね、うん、数値が出るから、それはね、なんかちょっと寂しいよね。なんか、はい、さっきの勝てたらゲーム続けるよねの話で言うとさ、そのなんだろう、俺が最強って思ってるやつ続けれるじゃん。その勝ててるじゃん。本当は勝てないんだよ、はい、本当は勝てないんだけど、勘違いできるってことはその楽しくやれてるから、言い換えると、うん、今はやっぱね、今の時代はね、勘違いできないのがね、よくない、ね、勘違い、うん、いやそう、勘違いはすごい大事だと思う。一瞬で心折られるでしょ今。ていうか、そう、心折られるというか、そこまでいかないよね。あ、まあそこ、心を折るやつの前になんか、うん、技が出ないとか、技が出ないとか、もうそもそももう、なんだろう、プロゲーマーに勝てないと思うじゃん普通ゲーム始めたらさ、まあ、そうですね、もちろん、うん、当時は俺の時代なんて、そのプロゲーマー、もちろんプロゲーマーとかなかったけど、プロゲーマークラスの人はいたわけじゃん、多分めちゃくちゃ強い人はいたはずだから、まあ、はい、でもその人に勝てないからなんかやめようとかは全然思うわけもなく、俺が最強、うん、強いっていう。でも今はもう、あ、この人には勝てないとか、自分はこれぐらいの実力だから、なんかそんだけ努力しても無駄だなとかさ、先になんかもうゴールが見えちゃってるから、なんかそれが続けれないのかなっていうのは。あー、なるほど、うん、そういうあれですね、考えもあるんです。僕なんかでもそんなにその胃の中のカーズ状態なくてもゲーム続けられました。あ、まあだからそれは樋口勝てたからよ。あ、言うても勝てた。そうそう、その、まあ、自分はまあ群馬で、まあ、東京に出たら強い人もいるっていうのは分かってるけど、でもその群馬では地元では勝てるっていう。だからちょっと週末にじゃあ東京出て、あのゲーセン行ってみようとかって言って、なんかこうステップアップできるっていうのが結構いい形でできてるから、なんかそれは続ける。あ、なんか多分ちょうどいいあれですね、レベルの人が結構多い、なんかちょうどいい時いたっていうのはあります、ね、あ、そう、そうそうそう、それはすごい大事だから、なんかいきなり、はい、強い、うん、なんかところになんかぶち込まれて、うん、いや折れるっしょ。でなんか10連敗20連敗とか、まあ、お金がそもそもつきちゃう。そうそうそう、当時ね、中学生とかだと、まあ、それだったらちょっとやれない、ね、やれないよね。じゃあそのソシャゲに課金しようってなるじゃん、その金額そうガチャ引こうっていう方がなんか健全な使い方に思えるよね。うん、確かにそうですね。なんか無駄になってない感がありますよね。まあ無駄なんだけどね。本当。なっちゃいます。本当は無駄なんだけど、まあそうだね。まあだからゲーセンのね、コイン入れるのはなんか投資じゃん。言うたら。プレイ。そう、自分のなんかこう経験値をさ、経験値をお金で買うみたいな。本当は無駄にならないんだけど。そうですよね。健全。いや、ゲーセンに入れるコインは健全。確かにそれはまあプレイに、まあでもなんかそれ、あとまあ家庭用があるから、うん、ゲーセン。ああ、まあまあそうね。樋口の世代だと、また家庭用とゲーセンのっていうなんかこう、話になりますね。うん、それもあるかもね。まあでも別にね、家庭用でもオンラインでっていうのも強くなる人はいるから。うん、うん。そうですね。だいぶなんか話がこれで盛り上がっちゃった。どっから始まったかもよくわからんけど、まあでもなんかそんな感じで僕はまあ格ゲー始めて、うん、まあいろいろあってって感じですよね、うん、そんな感じで、
まあ若い子がねやっぱ始めてもらわないと、まあどの業界でもそうだけどさ、やっぱりそのなんか循環というかさ、やっぱ若い世代が入ってってないと絶対廃れちゃうから、やっぱおじさん年寄りばっかでなんか盛り上がってますみたいな業界はすごい、もうなんか職人みたいな世界になっちゃうじゃん。そのなんか刀研ぐの職人がいますみたいな、なんかストリートファイターめっちゃ強いおじいちゃんがいるみたいなになっちゃうと、まあそのね、ちょっと業界的にはなんか先がちょっと見えないってなっちゃうから、若い子やっぱね入ってほしいんだよね。なんか、なんすかね、格ゲーの魅力に気づくまでの辛抱っていうのは難しいとこですかね。難しいね。当時はやっぱ、まあ俺の世代で言うとネットも何もなくてさ、やっぱゲームセンターに行ってゲームするっていうのはすごい特別な遊びだったから。でもまあ今の若い子たちは、もうその、まあ娯楽が増えすぎてさ、あえて、そう、選択肢が増えすぎて、あえてその中で格闘ゲームを選ぶかって言われたら、やっぱなかなかその手には取ってもらえないのかなとは思うんだけど、でも逆に、その、こんだけ娯楽が溢れてる中で、格闘ゲームをやって得られるものって結構特別なものだと俺は思うのよ。やっぱなんかこう、1対1で勝負をして、なんか勝った負けたっていうのは、やっぱそのたくさんある娯楽の中でも、割とこう手軽にその勝敗を決めれて、喜べて、上達を感じれてっていう意味では、結構魅力はある。まあそれはまあ格ゲーに限らずなんだけど、まあゲームとか、まあ FPS とかでもまあもちろんいいんだけど、まあ1対1っていうところは結構ポイントかなとは思ってて、チーム戦とはまた違う楽しみ方はあると思うから、だからそれは樋口が言ってたみたいに、なんかこう魅力を分かってもらうっていうのがあると、そうですね。ただ今はやっぱ手に取ってもらえないね。まず。スタートがしてもらえない。スタート。まああと、今はなんか今こそパッドとかいろいろ、そのパッドでやれると思うんですけど、昔だとやっぱ開け込んでやるのがなんぼでしょみたいな感じが。いやもう、開け込んじゃないと、もう格ゲーはやっちゃダメぐらいの感じだったよね。家庭用で。そうです。なんかパッドなんだ。珍しいねっていう感じでしたもん、ね。売る方とかの時とかは。そうやね。今ではもう当たり前やもんね。そうですね。今だったらもう、まあ、パッドなんだぐらいですけど。全然。当時、まあ当時というか5年前、6年前とかだとやっぱりアケコンが主流でっていう。そうね。で、結構そのアケコンも安くても1万円とかしちゃうと思うんで。まあどんどんいいもん出てるからね。まあいいやつ買おうとすると2万とか3万とかなりますし。ちなみにビクトリックス、3、4、はい、4万ぐらいするから、これ。おー、なかなかな、お値段。まあ、それをなんか、中学生が買うっていうのは難しいから。難しいですけど。ね、今はね、パッドで。パッドで全然。パッドで全然って、その、ビクトリックスの俺が、パッドを進めるのどうなるって感じだけど。まあ、その、手軽で。手軽には始めますからね。まあ、そこでハマったらね、じゃあ、結婚かっこいいなとか思ったら。使えばいいし、なんかやりやすいなとか、そう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 、かっこいいその憧れがあればいいですよね。まあそんな真面目な話は、まあ、だいぶ真面目な話になったけど、あちょっとじゃあ僕の話ではなくなってきました。そう、ちょっとじゃあ樋口の真面目じゃない話を、ちょっとこちらにね届いてるあれがあるんですけど、ちょっとそんなものが、はい、はじめちゃん事件。はじめちゃん事件がね、私の耳に各方面から届いてました。すごいですね。そんなに言った記憶ないのに、うん、そんなに各方面。各方面。いや、結構視聴者の方も各方面から多分聞いてると思うから。風の噂で。風の噂で。え、ちょ、はじめちゃん事件の、ちょ、知らない人もいるだろうから。あ、ちょっと。はい。どういう。経緯ですか。経緯。経緯というか。まあ、要は、初めて、まあ、時堂、谷口はじめさんに、まあ、その、はじめちゃん、樋口が、まあ、はじめちゃん、呼びをしたという事件ですよね。はい。なぜそうなったのかっていう。はい。ですね、時堂さん、まあ、トパンガの大会が、
この間あったと思うんですけど、チャンピオンシップ、チャンピオンシップですね、うん、はい、でなんかそれでその梅原さんがガイル使うんで、うん、ガイル対策をしたいってことで、まあ、あのガイルのスパーリング、ガイル使いの、はい、スパーリングで、まあ、やってたんですけど、うん、それでその何日か時田さんの家に泊まるっていうことがあったんですよ、はいはいはい、でその泊まって、うん、まあなんかいろいろ雑談とか、まあゲーム以外の話もすると思うんですけど、うん、まあ、その雑談の中で、その、抜きさんが、まあ抜きさんいると思うんですけど、うん、抜きさんいます、ね。抜きさんって、あの、声が、まあ大きい方だと思うんですよ。うん、通る声してますね。通る声です、うん。まああの、すごい、なんかいろいろ人がいる中でも、抜きさんいるなって。いや、抜きさん、多分100人いて、抜きさんの声を当てろって言われたら、多分当てれるぐらいの、はい、まあそれぐらい通る声してますね。通る声してて、うん、で結構僕こうゴモゴモ喋っちゃう時とか、うん、あったりとかするんで、うん、なんかそのはっきりとこう喋れるっていうのが、うん、まあ、羨ましいですねみたいな話を時戸さんとしたんですよ。あ、雑談の中でね。雑談の中で、うん、でそのなんか数時間後ぐらいに、うん、こうちょっと時戸さんと距離のあったとその物理的な距離があった時に、はいはい、なんかそのボソボソっとちょっと喋っちゃったんですけど、うん、でそれで時田さんが多分よく聞こえなかったんですよ、うん、でそのよく聞こえなかったんで、うん、時田さんがあのちょっと抜きさんみたいに喋ってって言ったんですよ。でこのそれなんか僕 は、はい、僕はその抜きさんみたいに喋ってっていう本当の意味は、うん、まあ、大きな声でちゃんと聞こえるようにっていうことなんですけど、はいはい、うん、僕はなんかそれをこう間違えて捉えて誤解してしまって、はい、なんかそのちょっとこう変な言い方で、はい、なんか始めみたいな感じで言っちゃったっていう話です。なるほど。時の悪くね、はい、その、その抜きさんの声が通るっていう話が、うん、なんかそんなに、うん、その話と抜きさんみたいに喋ってっていう話が感覚があったんですよ、うん、はいはいはい、何時間とか、ああ、いきなりその場ではなかったですね。そうです、うん、30、いやもう何時間とか、はいはい、で、まあ、30分以内とかだったら何かその意味を間違えなかったと思うんですけど、うん、ああまあ確かにね、っていう確かにかな。まあまあでもまあその数時間経っても時々はやっぱその話題は覚えてて抜きさんみたいにっていうは振ってきたから、それなんか、うんうん、時ども両成敗な気はするけど。いや、あの抜きさんに申し訳ないですね。抜きさんに申し、まあでもこの話を別に表沙汰に出さなければそれはなかったけど、誰かが表に出したことによる。誰か誰が出したかは知らないけど。多分時戸さん本人。あ、時戸本人。あ、まあまあそれは本人が言ってんだったらいいんじゃない。あのトバンガチャンピオンシップの時に、うん、あの6人あの決勝残ったんですけど、はいはい、多分ドグラさんに行ったんじゃないかなっていう感じで、ああ、時戸がね直接、はいはいはい、ドグラさんが多分それを配信かどっかで行ったんじゃないかなって、あの全然いいんですけど大丈夫なんですけど、まあ、多分それがそれと時戸さん本人の2つ2択なのかなって感じです。あ、まあまあ、なんかコメントではドグラって、あ、やっぱりそうです、ね、うん、ドグラが犯人という感じで、まあそういう不損エピソードが、不損エピソード、俺もあの何個か不損エピソードあるんですけど、あ、はい、まあ軽いので言うとあれよね、あのジョニー、まあ海外のさ大会に行った時とかに、うん、なんかちょっとスーパーで買い出しするじゃん、はい、はい、しますね、あれなんかジョニー、樋口、俺の3人で行ったのかな、どっか、台湾かどっかかな、の、まあ、スーパー行って買い出しするっつって、なんか、まあその、自分のもんって、まあ自分でさ、買うじゃん、普通。はい、買いますね。普通さ、その、お金自体はね、まああれやけど、まあその、うん、持つのはさ、まあ自分で。で、結構なんかその、食料品とかを買おうとか、なんか水をみたいな、うん、で、各自、買うみたいなとこで、まあ、ジョニーはなんかカゴ持って、いろいろこう入れてるとこに、なんかもう樋口がね、どん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 なんかもう2リットルの水をね、
もうなんか2、3個ぐらいもポン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 入れて、なんかジョニーが、え？みたいな。もう6キロぐらい持ってるの、ジョニー。いや、それ、なんかあんまり覚えてない。覚えてない。覚えてないです。じゃあその日常なのかもね。なんかカゴ。カゴ。え、うん、なんか断り入れてませんでしたかね。あ、断り入れてた。ああ、そうです。うん。ジョニー、あ、だからなんかあるじゃん。ちょっとなんかこれ、ついでに買ってくださいみたいなさ。あ、そのスニッカーズ入れる感じで6リットルぐらい入れてたよ。ちょっといいですかっつって。ちょっといいですかっつって。うん、ちょっといいですかっつって。6リットル。6リットルぐらい入れた。それはやっぱなんか、うん、俺にすごい。面白い。面白いというか、あ、すごいなっていう。なんかその許可を得たイコール。あ、まあ確かに許可は取ってた。何でも、そう、いやだからその、うん、言うほどそんエピソードでもないんですよ、正直。まあそうやね、別にさっきのね、はじめ事件も、向こうがね、言ってきたから。そうです、ね、そう、別に日打ちは悪くない。ね。うん、そんではない。じゃもう一つありますけど、はい、あの俺の中で一番の不損事件だったトロピカルジュース事件が、え、なんですかね、え、わからん、トロピカルジュース事件、台湾、あ、お、分かってるじゃん、あ、台湾の、そうそう、なんかあのちょっといい感じの、あ、そう、結構ね高い、なんか結果高いとこ、別になんか飯軽く食おうかっつって、まあ、俺と山口、樋口、ジョニーの4人で、なんか、晩ご飯をちょっと大会前に食べようみたいな、大会前日に、ちょっと晩ご飯食べようっつって行ったら、まあ、割となんかこう、ね、観光地みたいなとこで、まあ、ちょっと割高なお店でいいとこで。なんかちょっと地下とかでした。あ、そうね、地下の飲食スペースみたいな。うん。ラーメン？そう、ラーメンなんだけど、多分1500円か2000円ぐらい、あ、そんなしました、そんなしてた、あ、うん、そこで、はい、まあまあ入って、あ、結構するなとかって言って、でまあみんな、うん、各自注文をしてて、山口とかはさ結構なんか遠慮するじゃんやつ、あ、まあ気を使いますよね、ね、なんか山口はその店の一番安いやつを頼むの、あ、なんかこう山口あるあるなんですけど、うん、あの一番安いやつを、なんかラーメン屋行って、もしかけラーメンがあったら、かけラーメン、かけラーメンってわかる？もう具も何も入ってないさ。まああんまないんだけど、あんまそんな店ないんだけど、もしかけラーメンがあるんだったらかけラーメン頼むような、まあ、子なんですけど、まあ樋口とかジョニーとかは、まあ普通に、いや、まあそれは別に、まあ遠慮せず好きなもん頼めよっつってるから、まあ別にそれはそれで、はい、うん、はい、まあ好きなもん頼んでっていう。樋口が、まあ、その、ちょっと、このトロピカルジュースもいいですか？はい、ラーメンと一緒にあのトロピカルジュース。まあ、1000円ぐらいするんですけど。まあ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 、まあ、それは、そう、それは、結構するなとかって言いながら、まあまあまあいいよ、好きなもん頼むよ、みたいな、ありがとうございます、みたいな感じで、こう、頼んで、で、まあまあ、それはいいんですけど、で、うん、まあトロピカルジュース、まあ樋口頼んで、で、まあ普通にラーメンを、まあ食い終わるぐらいの時に、あれ、トロピカルジュース来ないな、みたいな、樋口言い出して。あ、そうなんだ。うん、まあ確かになかなか来なかったんですよ。これまあ食後なのか、まあ忘れてんのか、まあちょっとね、絶妙なとこやけど、まあとりあえず来てなくて、いや、トロピカルジュース来るの遅いなーとかって、遅いなー、トロピカルジュース来ないなーとかって言いながら、で、まあちょっと、あまりに来なかったんで、まあちょっと店員の人に、すいませんっつって、ちょ、トロピカルジュース、みたいな、こう注文して、で、結果その樋口の前にトロピカルジュースが2つ来るっていう。なんかそうだったかもしれないです。2つ来た、うん。来たでしょ、覚えてるでしょ。で、その時、何て言ったか覚えてる、はい、あなた。いや、全然覚えてないし。山飲むって。全然、あ、でも言ったような気もする。でしょ。山口はものすごい遠慮しながら飲んでました。これはどうですか？不損エピソードで入ります。これ、店員が悪い。
店員は店員が悪いね、これは。店員悪い、うん。ニコはね、頼まないから。いや、その、なんだろう、その、一回聞いてほしかったですよね、そこは。頼んだ、そうですね。先ほど頼んだもんですかとかね。まあ、そこはちょっと、まあ、海外だったんで、ちょっと意思の疎通がもしかすると、うまくいってなかったかもしれないけど、まあ、確かに、ちょっと店員がね、悪かったです。あと、そのトロピカルジュース、最後にた、その2本目頼んだときに、うん、一緒に出てくるってタイミングおかしくないですか？いや、だから忘れてたんでしょ。忘れてたけど、こう、注文見ると、あ、1本もうオーダー入ってるわからの、うん、2つ。なるほど。うん。いや、あれはなかなか、うん、面白かったですね。ああ、なるほど。うん、しかも、1000円しますもんね。1本1000円します、ね。1本1000円するけど、まあでも、山が飲んでたから、全然。しかもなんか飲みきんなかったような気も。山はね、飲みきらなかったね。だって山はびっくりしたと思う。山の胃袋はそういう、受け入れ体制じゃなかったの。トロピカルジュースを飲む形ではなく、もうフィニッシュしてから水で、ラーメン食べて水で、はーっつってたとこにいきなりトロピカルジュース来たから、山はびっくりしてたよ。なるほど。そんなことしてたんですね。うん、そうですね。まあ、当時ね、まだ、高1とか。多分そうです、2017とか。うん、そうだね。3年前とかでね。さっきのそのカゴの話も多分2017。うん、多分ね、それもね、台湾の時だと思う。だから俺、立て続けに。なるほど。うん。あ、なんか、ね、確かにそのカゴの話は、モーさんに、そんだねって言われたような。あ、そう、なんか言った気がする。帰ったホテルで。でもトロピカルジュースはそんなになんか覚えてたんだなんかのはちょっとあれです、ね。ああ、でも言われてあったでしょ。覚えてるでしょ。いや、覚えてます。写真撮りましたから覚えてます。でもそれ以降そんなにいいんじゃないですか。多分高2ぐらいから大人になったんですよ。うん、いえ、その去年1年そんな会ってないからね。そのうん。もしかすると、充電期間だった可能性はあるよね。その、いろんな意味で。まあ、その、受験期間中に、まあ、いろいろね、こう、ゲームを溜め込んで、まあ、ゲームを我慢して、受験に打ち込んで、よし、今年は、2020年は、しっかりこう、ゲームも、こう、大学も頑張るぞ。じゃあ、布団もちゃんとやるぞ、みたいな感じで、布団も溜め込んでる可能性があるから、ちょっとわかんないね、まだ。ちょっと。いや、しかもそこに来ての始め事件があるから、片鱗は見せてる。片鱗がもうそう、もうすでにこぼれてるから、布団が。ちょっとそうね、今年は、なんか楽しみだなという。いや、もう今年は気をつける。気をつける、うん、そうね。まあ、どっちかよね。まあ、攻めるか、どうか。いや、もう大丈夫ですよ、今年は。うん、でもまあ、もう結果ね、はい、今の話、全部、登場人物が、うん、相手が悪いっていう可能性もあるから、まあ、本当の意味での、うん、不損はないかもしれない。10-0ではない。10-0ではない。うん。10-0ではないね。7-3-6-4ぐらいの。そうね。ケースも。7-3-1-9。結構。1-9から7-3ぐらいね。ちょっと振れ幅は、うん、振れ幅はあるけど、まあ、諸説ある、それは。まあ、人によって感じ方って違うから。きつい組み合わせですね、だいぶ1級。まあ、1級だと不利よ。不利というか、無理よ。無理っすね。うん、格ゲーなら。格ゲー1級なら、相手初心者ならなんとかぐらいな組み合わせ、ね。そうね。うん。3-7なら。3-7ならまあ、引けます。引けますね。うん、引けるし、まあ、7-3でこっち有利になる可能性もあるんで。ああ、うん。そこは全然、覆すことはできるけど。なるほど、はい。まあそんな感じで。まあそんな感じですかね。はい。まあ今年1年もよろしくお願いしますという雑なまとめになりますけど。あ、もうちょっとね、お時間が。あ、そうですね。はい。もういいところなんで。まあこの辺で終わろうかなと。はい。はい、まあ樋口君はね、まあ布団もそうですけど。ちょっとまたね、こう忍びの、まあユースケ達也とか、まあ説教ね、先週出てもらったけど、ちょっとユースケ達也も出てよ。ゆうすけ達也全然、うん。全然、樋口プレゼント、これやりたいとかあればいいし、逆にこっちからこれやってよもあるから、
全然ゆうすけたち、はい、うん、という感じで、また今年もね樋口の活躍が見れるかなと思いますので、はい、はい、よろしくお願いしますといったところで、忍びないと日本本日終わりたいと思います。はい、はい、皆さんご視聴ありがとうございました。お疲れ様です。はい、お疲れ様です。お疲れ様です。